日常運動の食うたにようこそ。さて本日のはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらケロッグの1日分のマルチビタミングラノアを食べたいと思います。これだけで1日分のビタミンが摂取できるというわけでは刺さりないと思いますけど、このシリアルは通常のものよりビタミンがいっぱい入っているという認識でいいと思うんですが、それでいいんですよ。なんで自信持って言わないんだっていうふうに。さてどういうふうになっているのかな。ちょっとヨーグルトは一旦どかして、早速出してみますね。もちろんヨーグルト後で混ぜますからね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、中身はこんな風になっています。まずはこのまま食べてみますね。ではいただきます。ビタミンが入ってる割には酸味を感じないな。まあそれも美味しいのかもしれませんけど、ザクザク食感はいいですね。やっぱり糖質オフなので甘さは控えめですが、ザクザクとした食感を楽しむことができて美味しかったです。ただベリーの酸味がちょっと弱い気がしましたので、もうちょっとそこを強くしてもらった方がより美味しかったかもしれないですね。なのでこれはこちらの点数とさせていただきます。まあ美味しくはあったんですが、もうちょっと味も見てしまう欲張りですね。はい、それではよく朝の光かな浴びるので、もうそのまんまですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。